ファスティンのお祭りの解説をします。お祭り4分の3拍子です。なので1、2、3、1、2、3、このリズムをちょっと体に入れる感じですね。それで弾く前に歌った方がこれはいいです。まずそこだけでいいです。どういうタイがね、途中であるので、タイをしっかりねねねしそう感じて歌ってあげるっていうことです。あとこの3拍目に楽譜を見ると 1、2、3 って本来3は軽いんですけど、1とつながってることによってここまでちょっとエネルギーが必要になるんですね。なのでレレレシーソー、ちょっとここのレにエネルギーが乗っかります。レレレシーソー、弱くね、サンって軽くなるんじゃなくてレレレシーソー。音の長さとしては2分音符ですね、四分音符と四分音符なんで、レレレシーソー、レシーソー、こうつながっていくようにイメージしてあげてください。じゃあそれで歌ってみると、最初の2小節だけいきます。レレレシーソー、こういう拍の取り方っていうか歌い方になりますね。それが結局1段目2段目3段目と出てきますね。同じレレレシーソー、3段目もこの歌い方が分かるとピアノでも弾きやすいです。軽くしすぎちゃってこっちが大きいとちょっとバランスが悪いですね。このタイがかかってるレに向かっていきます。一応クレッシェンドは書いてありますが、こういうのは良くないですね。頑張らなくてもここのクレッシェンドはいいです。次です。次はタッカータッカータンタンタンで、またこの3小節目から4小節目はタイが出てきます。最初のピンピンがタッカータッカーに変わりました。タッタッタッタとかね。なのでタ、音が難しい。ラシドシラこんな歌い方ですね。最初はね、レレンレシソー来てましたが、次のレはね、スライドしたの。でまたレレシソー、つながっていきます。ラシドシラシド、ラの音をしっかり、始まりの音軽めの方じゃなくてラー、次の1拍目まで含んだラの音で歌ってあげてください。じゃあこの4小節を通して歌ってみると、1、2、3、レレレシソラレシドシラシドレレレ、こうつながっていく感じです。音の取り方難しいですね。シドシド、そこだけいっぱい歌うといいかもしれない。でこう一回音を出した後に、ラシドシドシド、こんな感じですね。で二段目の終わりの方は、シドシドシド。また繋がっていきます。で3段目はラシドシラシド、ちょっと変わって出てくるっていう感じですね。この曲はタイの練習と思うといいかもしれない。シンコペーションっていうんですかね、前の音から音が繋がってて次の1拍目までこう
やってる時の歌い方の練習曲っていう感じです。で、3段目の時。おかスタッカーとなるので軽めに弾いて、最後シラシソシラシソ、やっぱり1,2,3なんですよね。ここに分かりやすくアクセント1拍目についてて、2拍目はスタッカーとシラシソシラシソ1,2,3っていう感じで曲が終わっていきます。最後のレッソのところはフォルテって書いてあるんですけど、1,2,レッソ、軽い方ですね。レッソじゃなくてレッソ、ソに向かっていくレッソ、レッソ、アクセントもついてるんですけど、こういう弾き方じゃないっていうことですね。2,3、そんなところを意識してやってみてください。左手は簡単ですね。ソシレかドレかっていう感じです。シラシソシラシソシラシソ、1回目やって2回目ちょっと大きくする感じですね。気持ちなので、これは右手の歌い方がとても大切なので、まずはね、普通にレレレないように、軽やかに弾けるように、まずはやってみてください。